レレン。はい、今日は高尾山口駅に来ております。どうも、岡田コーチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も、来ていただきました、ね、2回目、おはる隊員です。よろしくお願いします。今日の企画は、まあ、2年前に取れなかったあの卵だけを今回こそ必ずゲット。じゃあ、はるさんもあの意気込みだけお願いします。そうですね、2年前見つけられなかったのでそうね、今日は頑張って見つけたいと思います。よし、楽しむぞ。楽しみます。レッツキノコということで、はい、レッツキノコ、せーの、レッツキノコ。今回はね、あの前回とは違うコースと、ご紹介お願いします。今回は、前回その6号路なんかちょっとあの山っぽい道を歩くのかな。今回は、稲荷山コースっていう、まあ、ちょっとな景色を楽しむ系のコースらしくて。なるほど。で、なぜここを選んだかというと、あの卵だけの目撃情報がある本当にこれ、ね、うん、目撃情報。そう、2018年ぐらいで、ちょっとコロナ禍前の情報なんだけど、でも植物は関係なく売ってるからさ。じゃあ、うん、その期待をね、うん、期待をして行きましょう。はい、おはる隊員はそのお父様が登山家なので、登山家というか山岳部というか、まあ、本物の言うてたね、山岳部。学生時代にはもうマジモンだったから、おはる隊員自身もお父さんと一緒に山登りしてる。で、クロートです。いや、うん、今回こそ卵だけを見つけたい。どういうところを見たらいいですか？卵だけは、ちょっと待って、あれ今回も、私持ってきました。はい、これ、はい、季節差発生場所ですぐ分かるキノコ、小宮山勝司さんが書いた本です。おなじみので、小宮山さんによると、この落ち葉の上とかにあるのかな。はいはい、で、ちょっとまあ赤いやつが特徴としてて、夏から9月の初めぐらいかな。夏の終わり。じゃあまさに今ですね。そう、今だから生えてる可能性が高い。今特徴としては、生えたばっかりの時はちょっと赤い卵のような形してるか卵だけ。なるほど。で、それが成長していくと傘が開いてちょっと広くなるっていう。雨も降って湿度高いんでね、うん、キノコからすると、まあそうね、いい環境ですね。うん、足元見ながら、探していってね。あ、キノコ、ほら、ほら、第一キノコ。第一キノコです。第一キノコ発見。これは何キノコですか？これはあれですね、あれですねやっぱそうなるよね。マジで本当に分からん、キノコってあれだよね。あれだもんな。あ、何？キノコ発見。あ、本当だ。ちっちゃい、かわいい。いっぱいいる。これとか。いっぱい同じのが。うん。でもまあこれも。これは何キノコですか？まああれですね。あれね、全部あれ。あれかな。あれ。卵だけは菌根菌って言って。あれなんだよね、生きている植物にと共生するんだよね。下に根をめっちゃ広げていくの。菌糸体って言うんだけど、それを広げているから、その腐っただから木の、うん、切り株とか倒木とかってよりも、どっちかっていうとそういう、もう今生えてる根の元とかに生えてることが、まあ、もちろん落ち葉が上にかぶさってるけど、で、まあ、菌根菌の代表格としては松茸は赤松の、まあそのね、にしか生えない、人工栽培が難しいって言われてて、その赤松の 木の上にその松茸の胞子をまいても、やっぱ なかなか環境がうまく揃わずに栽培できないことが多くて、うん、そのやっぱり
いろんな菌が作用して、で、そこに赤松もあって、やっと生えてくる。だから、なかなかその地中にある微生物とかを人工で作ったもので再現するのはやっぱ難しい。なるほど。だからやっぱ、松茸は高級品。美味しいってことですね。そう。ね、勉強になります。はい、よかった、行こう。ちょっと昨日勉強してたから行こう行こう。こう雨降ってる感じが、こう生き生きしてる感じする。なんか生命力を感じるね、うん、私晴れももちろん好きだけど、なんかちょっとこう霧っぽい、うんうん、ガスってる山が大好きで。霧がかった。そう、この辺とか。もう今霧がかってる。あ、本当だ。ちょっとなんか、神秘的っていうか、うん。雰囲気あるね。うん、雰囲気あるね。マイナスイオンかな。うん。あ、でもマイナスイオンって現実じゃないって言われてんだよね。出たよ。そうそうそう、マイナスイオン発生しても一瞬でなくなるって言われてる。水素水とか信じてないタイプやろ。なるほど。マイナスイオンとか。水素水なんか水素を普通に取り組んだら体に良くないに決まってんだからね。宇宙人は宇宙人はいる。宇宙人は絶対いるよ。即答。ああいう倒木とかにもいっぱいキノコが生えやすい、うんうんうん、まあ、その倒木に生える理由としては、それは不正菌って言って、腐る生きる菌って書いて不正菌って言うんだけど、不正菌の種類のキノコに関してはその森の分解者というか、うん、倒木を、の残ってるエネルギーをその不正菌キノコが吸収して、で土に変えてくれるんだよね。なるほどね。だからその倒木があっても時間が経てば全部分解されて、森に還元される。自然に優しい。そうだから、まあそのさっき言った不正菌とあと菌根菌はまあ2つに分かれて、分解者である方と、生きてる植物と一緒に暮らす植物。あ、キノコ。ヒカキンは。ヒカキンはあのラーメンを作る。合ってるけど少し違う。一回も見たことないもん、ヒカキン。卵だけは。卵だけは全然探してる。皆さん探してます。その後が見つからないんだよ。で、あとその雨降ったからさ。ちょっとその枯葉とかも落ちてきて、ちょっと上から重なってる可能性あるから、落ち葉が。おおお。どこ？あ、本当だ。あれはね、多分、前回もよく見た、多分河原だっけ。なんかあれもでかいな。あ、本当だ。あっちもでかいね。別にね。やっぱね、見落としがちなので。そう、ちょっと真面目に見ていくか。本当に気がついたらもうちょっとで山頂や、頑張れ。登り切った。あれ、キノコは登山 YouTube 高尾さんでね。あ、ここのはすっごいびっしり。おお、すごい。いや、でもまだやるか。ほら、これあの知ってる、これあれだよ、なんだっけ、あのプル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 、あ、エッチ。すごいエッチ、すごいエッチ。トゥース。すっごいね。すごいね。キノコの繁殖力すごいね。キノコは無性生殖だからね。とりあえずその菌糸をブワーって振りまいたら、そこで環境が整った瞬間に全部ブワー生えてくる。うんうんうん、いわゆるこれ環境が整ってガンガン生えてきたんだからね。こういうのもね。そう、すごい。これ何？え、これ？これ何？キノコ？すごいよ。めっちゃキノコよ。ね、なんか初めて。うん。初めてちゃんとちゃんとしたキノコじゃないけどね。ザキノコって感じ。すごい。しかもさ、なんか周りになんか白いの飛んでる？ああ、本当は。なんかちょっとちっちゃいのあるね。キノコの何か。こういう、あ、でも、あ、ちょっとやっぱりもう崩れかけてる。やっぱキノコって。あの脆いから雨が降るとちょっとずつ崩れちゃうんだよね。そうなの。そうそう、すごいよ、すけ、すごい、すごい、よく見つけた ね、うん、
ちょっと集中してみんな。集中。みんなさん、ちゃんと。すごい。ちょっと集中して。めっちゃキノコ。集中して。はい、頑張ります。うん、見つけていこう。うん。ここから本気出す。ここから本気出そう。俺はまだ本気を出してないみたいな。よっしゃ、明日から本気出す。いや、そうそう、止まってるね。いやでも今のいい兆しじゃないですか、うん、すごい。そうそう、まだ登って20分からなきゃ、何分登ってそんな経ってないのに30分ぐらいかな。30分ぐらい、だから3分の1しかまだ登ってないから。おっと、これ危ないね、うん、これ危ないよ。ほんと刺されてくない、ね、で黄色スズメバチはどう思うって言われてる。へー、うん、なんかこいつが一番危ないんじゃないかな。そうそう、怖いよね、うん、そうですね、うん、まあ、ただまあ蜂がいないと生態系が素晴らしいなっていうのを聞いたことがあります。理系ですか。教養がありますね。教養がありますね。理系ですか。そこまでしか理系いやこれマジであの先生一人で YouTube 撮った方がいいよね絵になるもん、ね、絵になる。ソロ登山、ソロ登山いいじゃん、うん、俺が YouTube の名前考えてあげるよ。キューティー登山に行こうぜ。キューティー登山キューティー登山の導入やるわ。おはよう、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、おやすみなさい、大きい毎度ぼちぼちでんな、キューティーちゃん。すごい勢いやったね誰に挨拶したの一生噛まない人ね一生すごかった。ちょっと広いから一旦休憩しますか。一旦休憩、うん、水分補給。水分補給。こんにちは。こんにちは。ボトルが見つけられなくて。ああ、いやいやいや、いいと思うよ。ミネラルたっぷりだと思うじゃん。コンディションバッチリ。うん、コンディションバッチリ。じゃあ改めて今日の意気込みを。今日の意気込み、もう絶対に卵だけ見つける。前回のようにはいかない。もし見つけられへんかったら、見つけられへんかったらあの来年もやります来年も。いや全然先に進めないもん。見つかるまで、見つかるまで確定やん、うん、おい、そんなこと言うな。なるほど、だから流されんのか。うん、どうでしょう。すごい上手になんかあの慣れているスルーされる。あ、なんかあるよ、ほら、あ、お、これも、これもよく見るね。これなんか、本当だ。その公園、その普通に広場とかの公園とかにもよく生えてるよね。これ買ったやつ。そうそうそう。公園キノコ。公園キノコ。これ公園キノコです。うん、その名も公園キノコ。どこにでもある。でもそのキノコをさ、なんだろう、全部知ろうとするとなかなか難しくて、それこそキノコの頭の傘のとこに線とかあったりするね。上線って言うんだけど、うん、こういう筋みたいなね、そういうので見極めたりとか、あとちょっとなんかそのそれぞれにある特徴で、どんぐり、え、どんぐり、どんぐり、うわ、まだまだ青い、いるんちゃう、トトロ、あめいちゃん、行こっか。行こう。レッツ。レッツキノコ。キノコ。いた？トトロ。俺もう大人だから見えない。ガチです。ガチです。やめて。大人だからね。ショートトロとか出てこないから。ショートトロね。なんか横切ってる。ウィンガーリオンレディウス。でこれ生物学的に言うと子実体という。うん、ダメ、ついよ。あれ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 、ちょっとちょっと、やっぱ雨の日はドラマがあるね。